どうもフロゼロと申します。本日は2024ゴールデンキャンペーン第4弾が来たということで見ていこうかなと思います。ファイナルではなく第4弾っていうことなんで、もしかしたらまあこの後16日とかにファイナルとか来るかもしれませんね。超フェスが来るかどうかっていうのはちょっと微妙なラインな気するんですけれども、まあとりあえずね、今回は第4弾を見ていこうということでやっていこうかなと思います。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、それではね早速見ていこうかなと思います。まず一つ目はログインボーナスイベントミッションということでまとめて見ていこうかなと思います。ログインボーナスについてはクリスタルのかけらとクリスタルのオーブがもらえるっていうことで、まあありがたく受け取っときたいっていうような、そんな内容になっています。でイベントミッションに関してはまあこういったスキル玉とかがまあもらえるみたいな風に考えていただけたらなと思います。結構条件ハードではあるんでね、まあ頑張って残り7日間あるんで、頑張ってやっていただけたらなと思います。はい、2つ目はデイリースコア宝箱報酬が豪華になるっていうことで、こんな風にダイヤを獲得することができるみたいですね。まあ忘れずに毎日、リーグバトル、まあ一番スコアかな、頑張って貯めるようにしていただけたらなと思います。で最後3つ目ゴールデンキャンペーンガチャ第4弾ということで、なんかまたカラス、なんか前もカラス来てた気しますけれどもね、まあガチャ評価としては5段階中3点ぐらいですかね。平均よりまあちょっと高いっていうようなそんなガチャになっています。でこのガチャのいい点としては、まあなんといってもこのステップ3でもらえるメダルですね。こちらゲッターにつけるメダルになってて、まあ、体力あるいは防御力あるいは攻撃力が 18% 増加するメダルを獲得することができます。こういった役職指定のメダルっていうのはやっぱりね結構汎用性は高いんで、まあ、昔ちょっと攻撃 18% 防御 18% 無条件メダルとかはゲットできてたんで、そういう意味ではちょっとマイナス面にはなっちゃうんですけれども、まあ普通に優秀な継承メダルなんで、まあまあまあ取れる方は取ってもいいのかなぐらい。まあでも個人的にはおすすめできません。キャラに関してはマルコ、カラス&オタマがピックアップされているっていうことで、まあこのキャラについて見るとちょっとマイナスの方が多いのかなっていったところですね。オタマに関しては工場キャラなんで、まあわざわざ無理に引く必要ないですし、マルコに関してはサポートとかでは使えるんですけれども結構なピックアップ回数ですし、まあそこまでリーグで活躍できるかっていうとそうでもないんで、まあちょっと微妙なラインかなっていう。でカラスは今の環境ロジャー船長割合ダメージ入るんで、まあそういう意味では評価できるんですけれども、結局他の割合ダメージ無効というか、まあ、回復するキャラとかもいたりするんで、総合的な部分で見るとやっぱり5段階中3点になるのかなっていう風に思います。以前の 18% メダルの時はああいう四季とかっていう映画キャラとかが来ていたんで、そういう意味で評価できてたんですけれども、今回のガチャの場合、まあ、キャラ的にちょっとムーっていう感じではあるんで、まあこういう風な評価をさせてもらいました。まあもう基本的にはスルー推奨です。はい、まあそんなところになってきますかね。もうガチャはスルーで、で毎日リーグバトル頑張って、いただいて、ダイヤ1個を忘れずに確保しておくっていうのが、まあこのイベントでの大事なことになってくるのかなって思います。まあ最後はね、まあとりあえずもうマルコとか結構持ってる方いると思うんで、ちょっとこの最後はマルコ使ってね遊んでいこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあね今回はマルコ使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。ワシャウォーターセブンステージですね。スキルに使ってもいいんですけど、どうせキングに負けちゃうんで足の速度的に、まあちょっと譲りましょうかね。まあ、とりあえずこのキャラクターは、まあ、機動力が一応あるっていうのと、まあ、機動力というか耐久力かな、耐久力があるっていうのと、あとはまあその 150% 旗とかがある場合、結構あの旗ゲージを減らしやすくするんで、まあ、そこが強い点なのかなと、思います。やばいやばい、 U ターンしろマルコ。あー、当たった。ロッキーちょっと待ってください、見ててくださいね。 150% 旗めっちゃ減らしますよ。ほらほら、ちょっと見えないってアイコンで、あいた、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんよマルコ。マルコじゃない、いやもういいや、それは食らおう。ジャスト回避、でこんな風にパラメーター増加中のキャラに攻撃された場合、スキル2が短縮されていくんで任せろシャンクス。シャンクスを回復してあげながら、はい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 、ちょっと機動力が素晴らしい、なんて操作性なんだ。でこんな風にゲージ減らすの素晴らしく早いんで、もうこれはあのもう回避しないでおこう。回避待ちのスキル1、はい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 、いやいいね、いいんじゃねえか。ジャスト回避、一発二発の三発スケンのよね。よし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 、私の速さについてこれるのかな。ちょっとやば、いた、あやばい、ちょっとごめんごめん、よし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 、一旦お相手さんのブーストなんでね、まあここは逃げようということでね、まあこっから挽回できるのが今の環境でございますから、まあ見ていきましょうかね。キングはまあ多分大丈夫だと思うんだけど、あれ回避じゃない、
あれ、いや、え、なんでだろう。まあいっか、じゃあまあここスキルに打っといて任せていいかな。あー、はいはい、了解了解。ちょ、うわ、ちょっとマウントじゃねえかよ。ちょっといった。まあ真ん中の方行きましょうかね。いや、このメンツえぐいな。いや、どうするかな。私だけっていうのがしんどいよね。いた、ゲッターが。あー、でもロジャー戦来てくれたから自分はちょっといい地点で暴れていきましょうか。はい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 、私のスピードについてこれるかしら。大丈夫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 。でここでちょっと引きつけておきましょう。でスキルに発動してるときは状態上無効とかついたりするんで、あまあいいって言おうとしたんですけれども、いや、ちょっと痛い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 、くそ。一発二発の三発で、よし、ここで暴れておこう。でここほーい、おお、うまいな。でここスキルに打っときの、多分大丈夫だと思うんだけどね。やばいかな。いやでもここで2人引きつけてるおかげで真ん中が取れるっていう可能性もなくはないか。ロシア選手やられたか。まあ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 、じゃあね、ありがとうございました。はい、じゃあね、2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車を逃がしますステージですね。どうしようかな。とりあえず、あ、おおお、あ、なるほどね。じゃあとりあえずいい地点の方を取らせてもらっといて、気絶短縮ないんだったら回復させてあげましょうということで、まあこのキャラクタースキルに発動中はね、あの気絶というか状態上無効が入るんで、まあそこがちょっと操作効かない。ちょっと待って、痛い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 、やばいやばいやばい、ちょっと親父さんやめようぜ。一旦避難しよう。はいはい、一旦下がっときの、いやでもおばあばと白ひげからどう取ったらいいんだいって話ですけれどもね。まあ旗のゲージは、いやまああそこはガラガラに任せるか。おー、ナイス。まあこんな風に機動力を生かしてね、ちょっと私についてごらんなさいということで、ちょっとやばい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 。で B 地点の方を取っちゃいましょうかね。早いんですよ、ダッシュ速、おー危ねえ、ダッシュ速度が、おー、ちょっと遅いな。あ、やばい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 、ちょっとその2人はやめ、いった。あ、まあでも復活特性ございます。なんか飛んできそうだな。はいはいはい、スキルに打っといて軽々か。オッケーオッケー、まあちょっと距離置いときましょうかね。いや、やばいよな。ちょっとまあでも2人引きつけてるって考えると、なかなかいいんじゃないかなみたいな風に、思ってるんですが、ちょっと待てよ、これ気づいてない説ある？お相手さん、あー、なんか気づかれてるな。ここじゃ通常合わせしたかったけど、いや普通に避けられてるな。ここじゃ華麗にかわしといてスキルに発動で、どん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 奥の方、まあ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 、まあ、十分引きつけてたよ。全然ハッピーじゃないけどね。ちょっとこのまま B 地点の方行っちゃいましょうかね。あそこは取れそうだね。OK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 、 B 地点に来る人は多分誰もいなさそうなんで、そのまま B 地点の方行っちゃいましょうか。はい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 、ダッシュ速度素早いんでね、それも注目でございますと。ロジャー船長より速いんでね、まあその 50% 以上の時は、50% 切るとめっちゃ遅くなっちゃうっていうね、あるあるでございますね。でどうするかな。奥の方行ってもいいんだけど、ロジャー船長4か、辛いな。まあそのままで1点の方行っちゃいましょうかね。もう旗を取ってもう一回ブースト呼んじゃいましょう。はい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 。で、D 地点の方も取っちゃいいの。まあ、味方さん、ノーランドとカルガラいるんで、まあ、なんとか倒してくれるんじゃないかなっていうことでね。一発。あー、ならこっちに行こう。はい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 。スキルに状態上無効なんでね。じゃあ最後、ここ B 地点取っちゃいいの。はい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 。まあ、150% 旗ないとちょっとしんどいってのはあるんですけれどもね。あれ、真ん中。大丈夫かな。ああ、負けちゃったか。まあまあ、ありがとうございました。